皆さんこんにちは。ワナリンルビージです。では今回は EU4 小田家プレイをやっていきたいと思います。年代を少し進めさせていただいてまして、今1619年1月26日になっています。動画のコメント欄、あとはツイッターの方にね、いろいろと皆さんからアドバイスいただいてまして、ちょっとワンダーさんと安定度を無視してませんかと。まさにね、ご指摘の通りでして、完全に安定度を無視したプレイをここまでね、欲望のままにしてきた結果、収入は低いし、国内は反乱だらけだし、かなりね、苦労しているところになります。なので、ちょっとプレイの内容を見直してですね、ここからは安定度をね、ちゃんと考えて、皆さんのアドバイスに従ってプレイをね、していきたいと思っています。一旦安定度をプラマイゼロまで持ってきましたので、ここからまた、なんとかね、巻き返しを行っていきたいと思っています。では早速、時間を進めていきましょう。とにかくね、皆さんからのアドバイスが頼り、唯一の頼りと言っていいと思うので、これからもどしどし、お気づきの点があれば教えていただきたいなと思うんですけども、基本的に僕がね、動画の収録をしているのはですね、7割方、全動画の7割から8割ぐらいは土曜日に収録をしてます、まとめて。基本的には社畜業なりバイトしているので、平日に、そう何本も撮れない。平日撮れても1本2本ぐらいしか収録はできないので、土曜日にまとめて収録することが多いですと。奥さんがいるときにね、ゲームの実況をしたり、ましてやその中でタイに行ったエロい話をしたりするのはかなり困難なので、奥さんが仕事に行ってる土曜日に主に収録してます。奥さんはね、薬剤師さんやってまして、土曜日は病院がやってるので、普通に土曜日は出勤してますんで、土曜日にね、好き勝手にやらせていただいているというところですね。で、飢餓に対する食料輸入。これ金かかるんじゃないか？出たよ。金がかかるな。ただ、ここは金を 22.75 だったら払おう。国民のためだ。食料飢餓で国民が痩せ細っちゃうと、当然国家の安定度も下がりますからね。そうだ。痩せ細ってるといえば、タイに遊びに行って、ここ何回か、すごく、お気に化したいなって思ってた、女の子がいるんですけど、その子が、ちょっとあなた痩せすぎと、太ってる人が好きなのっていうね、奇跡のワード、スーパーパワーワードを発してきまして、もうね、この数年、ひたすらに、ちょっと待ってくださいね。あまりよろしくないことが起きそうだぞ。野心的な統治のために信康、そうだ、信長なき、さらに信忠なき、あと信康が今、君主になってます。で、これは何が起きるかというと、27の戦勝者が筑前において反乱。うわ、きついな。これは厳しいぞ。27。27か。今、持っている国内勢力の全てをつぎ込んでもどうにかなるレベルじゃないけどな。とりあえずそこに。持てる軍勢の全てを集結しておきましょうか。それでも2万そこそこだもんね。いやー、やってくれるな。筑前を失うわけにはいかないからな。とりあえず筑前の要塞は有効化しておいて、軍の到着を待ちましょう。ちょっとでも軍は多い方がもちろんいいので。OK を押さないっていうね、ここで。何？請求権の捏造。これはいいや。ほっとこう。ちょっとでも軍勢が増えるのを待ちましょう、ここで。OK を押さずにね。なんで話を戻すと、ここ数年ずっとね、ダイエットと筋トレと、アンチエイジングと、もう、時間を惜しまず、お金も惜しまず取り組んできたんですけど、まさかね、太ってる人が好き、さらに年配の年取った人の方が好きとかっていうね、こと言われちゃうと、嬉しさ半分、悲しさ半分みたいなね。まあ、冗談なのか本気なのかよくわからないんですけど、まあ、ミカミックスに関しては完全に朗報ですよね。おっと、ここで筑前で反乱が起きた。ついに起きちゃったな。27000の軍勢。これに24000で向かう。どうだろうな。普通に行けば行けそうかなって感じはするけどね。3000の兵力差であれば。一応、軍事力の維持費はマックスになってるね。陸軍は。であれば、十分に勝てるはずだ。ちょっと待って。大丈夫か？大丈夫だね。いや、もうドキッとするよね、この規模の反乱が起きると。いやー、さらに何、こっちにもいるわけ？いや、しんどいね、本当に。国家の安定度がいかに重要かというのが、身に染みますね、本当に。これで国内は一度平定したかな。何、肥後を占領した？ちょっと待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。どうなってんのよ。いや、もう本当にね、キリがないよな、これね。いや、この数で勝負になるのかな。壊滅させることができるのかっていう話だよね。いや、もうどん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 人的リソースを失ってるからね、今。壊滅させるしかないからね。追って追って追いまくる。長宗我部からここにね、これは受け入れましょう。これさ、どうやったら壊滅するのよ、彼らは。ゼロにするまでさ、永遠に生き続けるのかな。なんとかね、壊滅させたいけど。で、政府技術の改善。うん。これは、インフレが 0.5 上がるけど、統治力50。いやー、この統治力50はめちゃくちゃ欲しい。けど、インフレが上がるはきつい。注意深くやるしかない。これもきついよなー。では、まず中核化を進めましょう。中核化もどんどんやっていかないといけないからね。九州。やます。あと、朝鮮とかも入れておきたいけど、一旦様子見しましょう。肥後、なんとか回収しないといけないからね。あ、ついに軍いなくなった？敵軍いなくなったな。いや、せっかくなんとか再建してた軍勢が、ボロボロだな、これ。国家の安定度を上げていくしかないよね。今川の分離主義はもう抑圧。今反乱を起こされたら、それこそ終わるからな。追加の税金の徴収。これまたさ、国家の安定度下がるんじゃないの？人的資源7800。これをいただきます。いただきましょう。で、伊達の分離主義者も、抑圧。とにかく今国家にあだなすものは、徹底的に弾圧するしかないんで。で、朝鮮の方にも、軍をもう一度戻します。安定度を増せるかどうかだなとは。安定度を増せるんだったらどんどん増していく。プラス2ぐらいにしといたら多少の安心感が出てきますよね。225まで持っていきます。で、朝鮮の分離主義者。朝鮮も今、こんなことされたらたまんないからな。中学習化を進めるしかないね。朝鮮に関しては。ぜひ、中学習になってくれと。そういうお願いをしていく。いや、もう一気に中核集化してやるよ。これで文句はあるまい。君たちは私に必要なリソースなんだよっていうね、ことをしっかり伝えていきましょう。これで中核集荷が一通り指示としては出し終わった形になると思うんで、もうここからね、頑張っていきましょう。で、当面の敵国、仮想敵国って言っていいのかな、モンゴルですね。ちょっと中身確認しておきましょうか。モンゴル。何かが起きる。反乱軍。反乱軍かい。どこよ。朝鮮か。いや、これは無理よ。今、朝鮮に反乱なんか起こされても。今、朝鮮に反乱を起こされても何もできない。まあ、最悪の場合に備えて石見に軍を集めておきましょう。最悪の最悪に備えて。本当にもうこの安定度を軽んじていたことを、ここまで後悔したことはないですね、きっと。で、モンゴルが今、まあ、いわゆるライバル国に指定されている状態なので、まあ、このモンゴルをね、どうやって締め出していくかっていうのが一つポイントになると思うんですけど、まあ、言ってもモンゴルも強いもんな。まあ、モンゴルをどう、まあ、潰していくか、対応していくか、ですかね。こうやって見ると、モンゴルのさ、その、安定感みたいなのがすごいよな。牛さんもいるし、ここに。はい。開戦時。征服。いや、今、アイヌに構ってる暇ないんだわ。よし、中核集荷一つ完了しましたね。まあ、こういう感じで中核集荷をゴリゴリ推し進めていきましょう。で、海運エリアが出てますね。解除していきます。海運アイディア。どこまで進める？ちょっと待ってね、確認します。新しいアイディアで海運のアイディアね。切り込み隊長。海軍だ。今見てるのね。海運。海運の方です。大海の覇者。外交400を使って、ごめんなさいね。もう一回確認します。何ができるようになるって?指揮官枠プラス1。今これすぐ必要っていう話だね。今だって軍の数が足りてないぐらいだからね。これはちょっと後回しにして、他に、いざという時のために、取っておきましょう。五街道。日本を支配するには首都と国々をつなぐ5つの主要な街道を建設する必要がある。五街道って江戸時代なんですよね。確かきっと正式に整備が進んだのって。旅行者が休息して物資を購入できるよう、最も利用されている道に沿って宿場が設置される。いや、設置しましょうよ。五街道。で、借金がある。借金があるのか。まあ、僕もね、家のローン、マンションのローンがあるという意味では、借金持ちですからね、共感をしますけど、金を、ざっこざっこ貯めて、返していきましょう。じゃあ、まずは、踏絵が来たー。踏絵もやばいんだよな。まあ、ちょっとその前に、要塞を無効化しておこう、とりあえず。で、陸奥において反乱に立ち上がる。そうですか。じゃあ、陸奥に軍1万送っておきましょう。出た。時間をまた進めていきます。外交もすごく重要ですよとかね、いろいろちょっとコメントはいただいているものの、それをうまく活用できていない、利用できていない、ちょっと情けない部分はあるので、頑張っていきたいとは思います。出たよ、陸奥で。慶州かよ、朝鮮半島か。これさ、勝ち目ないだろう。この2万8000の軍とかさ、もう無理だから、慶州。いや、これ壊滅するな。とりあえず日本本土の安定化を優先するしかない。くそー。やつらね、3万もの大軍に膨れ上がってるからな。まあ、こちらも3万の軍を用意できるまで、辛酸をなめるしかないな。陸奥の戦いも、陸奥の戦いも負けるんですか。そうですか。いやー、我が軍どうなってるんだ、これ。朝鮮は完全に敵に奪われたね。モンゴルとの戦いどころ、これもしかして技術が遅れてませんかと。ここまでね、そういうことをせずにやってきたことによって、恐ろしく技術遅れてませんかっていう話あるんですけど、そういうことかな。反乱軍にも負けるってさ、しかも数の上では勝ってたはず。その反乱軍に負けるってそういうことだよね、きっと。陸軍の維持費はマックスにしてあるからね。そういうこと?だとすると苦しいなぁ。ここね。大宮殿の建設。維新中、正当性。ただ、ダカットを失う。安土城的なものだと思ってもうやりましょう。ほら、負けるんだよね、これ、戦いに。そういうことだよね、きっと。マジか。これが EU の恐ろしさだな。もう一あたりかける。まあ、ちょっと士気力の回復が必要なので、士気力を回復してから、もう一あたりかけるぞ。で、指揮官も一応、うわ、指揮官が全員去っている。マジか。朝鮮はもう反乱軍の手に落ちたんで、朝鮮は再征服することを前提に、一度忘れよう。反乱軍にすらこんだけ手こずってるからね。一体我が身に何があったんだっていう話だけど。ようやく反乱の鎮圧だな。陸前と陸奥と両方失いましたけど。朝鮮は独立されるのはもう時間の問題だね。いや、だって35,000の軍に膨れ上がってるからね、この分離独立主義者どもが。で、我々の方の技術見ておきますか。温度が上げていかなきゃいけないのに上げられる余裕がないからね、今。マスケット銃、マッチロック式マスケット銃。これが、まあ、まだまだ必要な統治力に全く達していないというところですかね、軍事力が。で、外交力の方も、今、フリュートになってますけど、フリュートから次に上げるには、これも1628必要です。うん。1628年1月5年先になるわけだな。1766が必要ですと。はあ。統治技術も同じだね。まあ、活版印刷。まあ、印刷先に受容したらどうっていうね、コメントもいただいてたと思うんですけど。日本の統一もほど遠いな、このまま行くと。まあ、めげずに、しっかりやっていかなきゃいけないなとは思うんですけどね。うわ、今度は毛利の分離主義者か。いや、きりないな。本当にきりない。とりあえず安定度を増しておきましょう。もう国内をね、一度、本当にもう安定化をしていくしかないので、やれることは。朝鮮は捨てるしかないからな。残念ながら。これで安定度がプラスになったのを見てすごい久しぶりなんじゃないかな。反乱軍。大友は鎮圧。モートも鎮圧して、まあ、借金もあるのは分かってるよっていう話だけどな。技術を上げていくしかないので、なんとか溜め込んでいきますか。中長期的な視点で。で、また反乱だよ。もうさ、反乱キリがないからな。南部か、今度は南部か。とにかく安定度を増す、外交を増す。そこだね。国学。中国儒教。でも本当に EU4 ってこういうイベントがいっぱいあるので、見ていて、プレイしていて、本当飽きないですよね。中国儒教、仏教の文献の研究が支配的となる中で、日本についての研究は衰退している。いくつかの学者は初期の古典を研究し始め、儒教思想家の抑圧的な道徳を批判。今でも1624年だからね。外国の思考や行動様式が流入する前に日本文化を再建しようとした彼らは自身を国学あるいは国家研究の思想家と呼んだ。まあ、今はそれよりも国内をいかに安定的に、まあ、統治して、かつ朝鮮を取り戻すかですからね。朝鮮が反乱軍の手に落ちているっていうこの現状。まず何とかしないといけないんだけどね。借金は返せそうなんで、もう借金返しましょう。いや、羨ましいな。僕も借金返せるもんなら、サクッと返したいけど。いや、これさ、今ちらっと見えたけど、何？安定度がさ、プラスになるだけでこんなに金が潤うの？今までマイナス、プラスを行ったり来たりしてたのに、安定的にプラス4。いや、本当に、後悔しかない。イスパニオーラ。これ、スペインのことですよね。彼は我々にコーヒーを伝えてきました。コーヒーはね、一応1日1杯飲むようにはしてます。美容にいい説を信じて。本当に美容にいいのかどうかっていうのはね、なんか諸説あるみたいなんで、なんとも言えないなぁというふうには思うんですけど、一応信じてます。今だとそのさっきの話じゃないですけど、アンチエイジングじゃないんですけど、朝夜パックをね、やったりとか、一応気を使ってはいるんですけど、やっぱり年にはね、もう抗えないですね。僕も37になってますんで、じゃあいつまでタイでふらふら遊んでるんだっていうのもあるんですけど、まあ、年は取りたくないものの、アンチエイジングでね、その、年、老化に対して抗いつつも、やっぱりどっかで受け入れていかなきゃいけないなというのもあるんで、まあね、きっと、先輩方は時間をかけて、そういう自分を受け入れていったんでしょうけど、僕もね、時間をかけて、受け入れを多分していかなきゃいけないんだろうなと思います。なにこれ？朝鮮さ、反乱軍、いなくなってんじゃん。反乱軍がいなくなっているのであれば、取り返しに行く。そこはもともと俺たちの土地なんだと。なに？反乱軍国境を越えた？いや、いるよね、いるよね、いなくなるわけないよね。3万の軍を相手にはできないわ。3万の軍を相手にはできませんと。せめて2万5千ぐらいの軍になってから朝鮮に、取り返しをね、行いに行きましょう。朝鮮完全に敵の手に落ちたからな。ではさらに安定度を上げます。どうなんだろうね。安定度はプラス2ぐらいにしておけば一旦いいのかな。どこまで安定度を上げておくのがセオリーなのかっていうので、しっかり今後、まあ、確認をしておかなきゃいけない項目なんだろうなと思うんですけど、一方で多分セオリーみたいなものはね、多分どっかにあるんだと思うんで、大体これくらい用意しといた方がいいですよとかっていうのはね、多分あると思うんで、で、指揮官を雇いましょう。ん？なんかちょろんって出てすぐ消えてるのは。おっと、反乱に成功。まあいいよね。朝鮮の反乱は、一旦、まあ、目をつぶるというとね、ちょっとだいぶ語弊がありますけど、そうせざるを得ないからね。そうか。軍事力が今、50に満たないから雇えないんだな、そもそも。まあ、外交力はね、最近ずっとこっそり溜め込んでるので、徐々に上がってはきてるけどね。さあ、安定度を増しておいて、朝鮮の再征服、反乱軍の鎮圧。これを今後の至上命題としていくほかないかな。一応今後のゲームのプレイの予定なんですけども、まあ EU4 はね、まあなんとかせめてね、まあ今回のプレイはもうグダグダになってしまっているので、皆さんには本当に申し訳ないというほかないんですけども、まあ今後のね、EU4 をさらに楽しむために、もうちょっとだけプレイは続けさせていただきたいと思っています。で、あとは、提督の決断法、バッキと。これもね、今頑張ってます。まあかなり苦しい状況ではあるんですが。あとは空母戦記2ですね。これもやっていきます。で、年明け三国志が出るので、まあ三国志はね、ちょっと武将の名前が読めなくて恥ずかしいので、今勉強してるんですけど、なかなかちょっと時間も取れずということで、うまく進んでいないんですけども、一応三国志は、前作はちょっとスルーしたんですけども、今作はね、三国志に復帰していきたいというふうに思っていますので、まあ、そのあたりのプレイを中心にやっていきたいと思っています。ミカメックスの方はね、どうなんだろう。ロマサガ、ドラクエ、パワプロ。あと個人的にはね、ファイアーエンブレム、続きちょっと見たいんですけど、ファイアーエンブレムの更新が滞ってるので、もしね、ファイアーエンブレム、ミカミックスのファイアーエンブレム見てるか、ご覧いただいてる方いらっしゃったら、ミカミックスに、いい加減にしろと、そろそろ更新してくれよというのにね、ガーンと言ってもらえればいいかなと思います。では、今回は一旦この辺りにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていければいいかなというふうに思っています。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。